超朗報中村圭斗さん、復帰後初ゴールチームも勝利で最高の展開きたシュートうま、やっぱゴール前の決定力すげえわ。ケイトキターも明らかに良いもんな。これでチームメイトと監督の信頼得て量産できる。怪我明けから待望の得点。年内ラストマッチをケイトのゴールと勝利で締めくくるのいいね。ケイト CF 起用したら普通にゴール量産できそうだよな。ケイト多分日本で一番決定力あるだろ。ゴール前強すぎなんよマジで。代表の左もケイトでいいな。あのエグい怪我から無事復帰して最後に結果残せたの大きいわ。ケイト完全復活おめでとうやで。